こんにちは、よろしくお願いします。今日は総総理のリクエストをいただいたのでちょっと解説しようと思います。まずはコード進行的には C Am Em FG ですね。で、この前奏の時は2弦 B 弦 B ストリング、この B ストリングの0を1と弾きます。で、これにコード進行合わせて C から C でこの人差し指離して、こういう感じで、で、Am も人差し指離して、で、Em、 こういう感じで弾いてみます。そうするとコード進行は一緒ですね。で、最初の C だけこれが入りますね。最初の C だけ、で、サビいきます。サビが FF マイナーで C A7 A7 D マイナー D7 で G AI と G C と言いますね。 G C でもう一回繰り返し、繰り返しは F から G で C A7D マイナー G で C です。こういう感じ。サビは長いですけどゆっくり弾いてみます。1番と一緒のことやります。で、サビいきます。感想いきます。感想はまた前奏と一緒でこのこれですね。で、サビいきます。Once again のとこは D マイナーまで行ったらで E A と行きます。こういう感じ。そこ弾くと And I know I did you And I know間違えた。
アウトロいきます。アウトロは同じことをアルペジオでやりますね。C を押さえて、あ、C を弾いて、で2弦だけを弾きます。で3弦1弦2弦で Am で3弦1弦2弦で Em3 弦1弦2弦で F F も43、1、2と弾きます。4弦、3弦、2弦、1弦。で、G、2フレット上がって。で、C ですね。って感じです。こんな感じでコードだけで弾けるので、もしよかったら弾いてみてください。こんな感じでした。どうもありがとうございました。